皆さん、こんにちは。初等教科教育法、理科を担当しております、高木と申します。どうぞよろしくお願いいたします。これから、15回の講義、を担当しますけれども、まず、今日は自己紹介をはじめにしたいと思います。名前は先ほど申し上げました通り、高木正幸と言います。東京都新宿区の出身です。大学を卒業した後、東京の公立の小学校で28年間、学級担任、あるいは理科専科をやっておりました。専門は初等理科教育で、プログラミング教育の方も現在研究をしております。現場の先生の研究授業に行ったり、あるいはプログラミングについての研修会に行ったりしています。2020年から始まります、新しい小学校学習指導要領の小学校理科の執筆者でもあります。また、もしかしたら皆さんも受けたかもしれませんけれども、全国学力テストの小学校理科の問題作成を担当しておりました。次にですね、この講義の到達目標とか授業内容についてお話をしたいと思います。ここにありますように、到達目標はですね、小学校教員として理科を指導するときの基礎知識や問題解決の過程について習得するということで、当面の目標は皆さんが3年生の時に小学校教育実習に行きますけれども、そこで指導案を書いたり、あるいは子どもたち相手に授業をしたりということで、困らないように、そういったことをまずは目標にしていきたいなというふうに思います。内容としましては、小学校学習指導要領の理解、おそらく新聞等ですね、こういう内容が入ったとか、こういうことが始まるんだということは、皆さん、見聞きしているかと思うんですけども、一体小学校学習指導要領って何が書いてあるのか、あるいはそれが現場でどういうふうに使われているのかといったことは、ご存じないことも多いかと思いますので、学習指導要領って一体何なのかっていうあたりも、まずはお話をしたいなというふうに思っています。これはですね、すべての小学校は、この指導要領をもとにして授業が行われていますので、まずはこれを理解することが大事だというふうに思っています。そして、これはあまり聞き慣れない言葉かもしれないんですけれども、資質能力を育てる授業のあり方、新しい指導要領はですね、資質能力改定とも言われていまして、こういったですね、知識理解だけではなくて、資質能力を育てる授業がこれからは大事なんだというふうに言われています。もしかしたら皆さんが受けた授業と、これから私が皆さんにお話ししていく、あるいはお見せする授業は違うものかもしれませんけれども、過去の経験をですね、少しこう、捨てて、これからどういう授業が求められているのかということを考えていっていただけたらなというふうに思います。そしてですね、最後は15回のうち、このような状況がですね、改善されましたら、最後の5回は皆さん、グループを作ってですね、ここで先生役をしていただいて、それから受講生の方、例えば10人、15人がですね、子ども役をやって、それで模擬授業という形でですね、実際の授業の運営の力を身につけていきたいなというふうに思います。これがですね、ここの模擬授業を通して授業力を身につけるというところになります。多分ですね、対面授業が、行われればですね、7月から8月の上旬にかけては、この模擬授業ができるのではないかなというふうに考えています。次にですね、テキストについてお話をします。これです。小学校学習指導要領解説理科編というもの、これをご購入いただければと思います。1冊111円プラス税ということになっていますけれども、今ですね、本の購入もなかなか難しい状況ですので、これ文科省のホームページでダウンロードできます。
なんですけれども、これからですね、この指導要領の解説というのは、次の改訂まで約10年使えますので、皆さんご購入いただいて、教育実習ですとか、あるいは、実際に現場に出た時にも使えますので、冊子の形で買っていただいた方が書き込んだりとか、いうことができるので、良いのではないかなというふうに思います。ただ、今こういう状況ですので、当面の間はですね、こうダウンロードしたものをお使いいただければというふうに思います。続いてですね、理科は何のために学習するのかということを少し考えていきたいと思います。小学校のですね、好きな教科アンケートをやりますと、高学年で人気ナンバーワンは体育。そして、次がですね、なんと理科なんですね。意外に思われるかもしれませんけれども、小学校の段階では理科は人気のある教科の一つです。ただですね、これは 70% ぐらいの、好きという支持をいただいてるんですけども、中学、高校と行くに従ってですね、もう急激に落ちていきます。そして、嫌いな教科の、筆頭とは言いませんけれども、結構上位に食い込んでくるという、人気の暗転の激しいですね、教科であります。皆さんの記憶では、小学校時代の理科は楽しかったんだけど、中学、高校になったら、ちょっと厳しくなってきたなっていう、そういう思いのある方もいらっしゃるかと思うんですけども、ここでですね、皆さんの好き嫌いに関わらず、じゃあなんで理科は学ぶ必要があるのかっていうことを考えたいと思います。いろんな側面から理科は必要だということをお話しできるんですけれども、まずは、理科を学習する法的な根拠ということで、ちょっと硬いお話ではあるんですけども、この、教育基本法、学校教育法、学校教育法施行規則というこの3つをご紹介しながら、理科、どんな内容なのかということを大まかにご理解いただければというふうに思います。まずですね、こういう法規の関係はまた教職の先生から詳しくお話はあるかと思いますので、私は理科に関わることのみをお話ししますけれども、教育基本法のですね、第2条にこのような記述があります。ちょっと読んでみてください。ちょっと難しい言葉があるんですけども、ここに1、2、3、4、5、6、いくつか並んでる中の一つに、生命、尊重して自然を大切にして環境の保全に寄与する態度を養うというふうに書かれています。ここはですね、まだ理科とか科学とかという話はないんですけども、自然を対象にした学習をまずやるべきなんだということが謳われています。そしてですね、次、学校教育法。このように書かれています。ここにですね、左のって書いてあるんですけども、この左のは、もともと縦書きのものですので、左のということで、ここを指しているというふうに考えてください。で、ちょっと読んでください。はい。ここはですね、一つキーワードがあります。日常生活における自然現象をというふうに書いてありますので、小学校はですね、子どもたちが見える範囲、それから触れる範囲、認識できる範囲で学習するんですよということが言われています。よくですね、星や月や太陽を見たときに、小学校の理科の教科書は太陽が動いている、月が動いているというふうに表現するので、それが天動説に基づいている説明であって、これはけしからんという人がいるんですけども、実は、それは科学的には確かに正しくはないんですけれども、日常生活における自然現象ということですので、子どもたちの見た通りに考えれば、月が動いている、星が動いている、太陽が動いているということでいいんですね。ただ、そのまま大人になるわけにいきませんので、中学校、高校の段階で、実はっていうふうになっていきます。これがですね、小学校の理科の特徴であります。子供の見る、触る、聞く、
そういう範囲で科学的に観察して処理するんだということです。はい。そして、学校教育法施行規則。ここで初めてですね、教科の名前が出てきます。小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、うんぬんというふうに書いてあって、この教育課程は、小学校学習指導要領によるものとすると書いてあります。このことから学校現場では小学校学習指導要領に基づいて教育課程を組むということが出てきます。さあ皆さん、ここ、国語、社会、算数、理科の順番ですね。皆さんこの4教科何て呼びますか？国語、算数、理科、社会って言いません？あるいは国語、数学、理科、社会ですね。ここにですね、この順番で国、社、算、理と書いてありますので、学校現場はすべてこの順番で、教科名は呼ぶことになっています。ですので、例えば通知表なんかも国語算数理科社会の順番ではなくて、おそらくですね、皆さん小学校の時から国語社会算数理科の順番に並んでたんじゃないかなというふうに思います。皆さんこれから現場に出ていくわけですから、このことちょっと頭の片隅に置いておいていただければなというふうに思います。今日は小学校3年生磁石の模擬授業をやります。このね、これが鳴ったら、模擬授業の開始です。皆さんは小学校3年生になったつもりで見てください。次にもう1回鳴ったら、模擬授業終了です。よろしいですか？はい。それではこれから始めますよ。さあ皆さん、これが何だか分かりますか？これ。あ、そうそうそう、みんな知ってるね。磁石。ね、これ磁石だ。今日はね、この磁石は何にくっつくのかなっていうのを学習します。磁石はどんなものを学習をします。いいですか？じゃあノート開いてこの問題書いてくださいね。さてこの授業、皆さんどう思いましたか？小学校時代にこういう授業を受けましたでしょうか？それでは、模擬授業始めます。これ皆さんなんだか知ってますか？はいはい、見てよ。これね、みんないい？はい、そうね、みんな分かったね。これが磁石だね。こういうものにくっつくよね、こういうのに。ほら見て見て、くっついちゃった。くっつくね。他にもなんかこれくっつくところ知ってるかな？あ、黒板ね。黒板つくつく、そうだ。じゃあね、これはどうかな？これなんかつくかな、磁石に。どう思う？あ、つきそう。はい、君は？つきそう。そうね、なんかつきそうな感じがするんだけど、ねえねえ、なんとかちゃん、どうしてこれ磁石につくと思った？ピカピカしてるから。鉄みたいだから。あ、なるほど。じゃあちょっと今みんな思ってるのは、磁石につくものはピカ
カピカしてるもの、それから鉄みたいなもの、なるほど。他には？あ、持って重いものね。なるほど。持つと重く感じるもの。なるほど。みんなはこういうのが磁石にくっつくものなんじゃないかなと思ってるのね。よし、じゃあこれやってみようよ。これちょっとねピカピカしてるからくっつくんだよね。よーし、やるぞ。よいよいよ。おお、くっつかないよ。ねえねえ、なんとかじゃん。これピカピカしてるけどくっつかないよ。ん？あ、こっちのもの？これか。これはピカピカしてるから、これはくっつきそうか。ほんとだ、くっつく。ピカピカしてるものでもくっつくものとくっつかないものがあるね。ということはピカピカしてるからっていうのはちょっと怪しいな。じゃあどういうものが磁石につくものなんだろうね。教室のあちこちで調べてみようかね。それではですね、どんな授業が良くて、どんな授業がダメなのか、少し解説をしていきたいなというふうに思います。今日はですね、これ、ぜひ覚えてください。小学校理科の問題解決の過程を示しています。問題、仮説、観察実験計画、結果の予想、観察実験を行って結果の整理をして考察結論と 1,2,3,4,5,6,7 7つの段階、これはですね、いろんな主張の仕方によっては8つの段階だったり5つの段階だったりっていうことがあるんですけども、今回の私の授業では、この7つの段階でお話を進めていきたいなというふうに思います。もちろんこれからですね、教育実習に行ったりとか現場に出た時にそれぞれの教育委員会ですとか学校でいやいやそうじゃないよ、これは8つの段階だよというふうに言われることはあるかと思いますけども、それは切り方の問題であって、本質的にこれが、順番が入れ替わったり全く違うものが入ってきたりということはありませんので、まずはこの流れに慣れていただいて、それからそれぞれの現場に行った時に、そこでのやり方に慣れていっていただければなというふうに思います。理系の人はですね、これを読んで、なるほどなって思うかもしれないんですけども、文系の人は、なんか言葉が難しそうだな、こんなの小学生にできるのかなっていう思いがあるかもしれません。例えばですね、小学校3年生に、よし、じゃあ仮説を立てなさいって言ったところで、これはなかなか難しいです。学校によってはこの仮説っていう言葉を予想というふうに言っているところもあります。そういういろんなバージョンがあるんですけども、どんなことをあるいはどんな授業を目指しているのかっていうところをこれからお話ししたいなっていうふうに思います。まずですね、問題というのはですね、学習指導要領では比較して問題を見出すというふうに言っています。つまり最初に私が示した授業では先生がもう今日の問題はこれだよっていうふうに示してしまっています。これは、結構多くの学校で私見るんですけども、これはダメですね。これはあくまでも主語がですね、子供です。子供が何か事象を比較して問題を見出すということになっています。2つの事象を比較することもあれば、生活経験や学習内容と目の前の現象、事象を比較することもあります。今日はですね、ピカピカ光ってるものはつくんじゃないのかなって思う子どもにとっては、ピカピカしてるんだけどつかないもの、こういうものを提示することによって、あれれ、ちょっと違うのかな。例えばこれ、
アルミホイルですけれども、こういうものでもいいわけですよね。ピカピカしてるんだけどつかないなっていうものを、提示することによって、子どもたちの今までの概念がちょっと揺さぶられるわけです。それによって、問題が見出される。これが2つの事象、あるいは3つの事象、複数事象を示して問題が見出されるというところです。それから生活経験や学習内容との、目の前の事象が違うということ。例えばですね、4年生の、電流の働きの学習のところで、皆さんも直列つなぎとか並列つなぎっていうのをやったかと思います。多くの子どもにとっては、電池を1つから2つにすれば、まあ、当然モーターは速く回って、モーターカーはひゅーっと勢いよく走るんじゃないかなって思うんですけども、並列つなぎの場合は皆さんご存知のように、電流が変わらない、電圧も変わらないので、スピードが速くなりません。そうすると子どもは2つになったらスピードアップするんじゃないかなっていう自分の、まあ、生活経験と目の前で、それほどスピードが変わらないっていう現象から、あれ？なんで2つにしてんのにスピードがアップしないのかなっていうふうに問題を見出すわけです。このような、事象との出会いのところでの仕掛け、これが非常に大事なので、この比較して問題を見出すということについて皆さん、新しい単元に入るとき、よくよく考えて、こうやれば子どもは問題を見つけられるんじゃないのかな、何か問題意識を持つんじゃないかなっていう、そういう提示の工夫を考えてください。次はですね、仮説です。根拠のある仮説を発想するということで、生活経験や学習内容と関連づけて類推をしてもらいます。これについてはですね、今日具体的な模擬授業を示してないので、これは次回以降にしたいと思います。今日は解説だけに留めたいと思います。3番目、仮説実験計画。もしかすると中学校、高校のあるいは小学校でも皆さんの経験した、観察や実験というのは、先生が今日はこれを使って実験するぞ。例えば、今日の材料は、この4つを使って磁石につくつかないかを調べますのように、先生の方からもう提示してしまって、こういう実験をやるんだぞ、いいか、分かったか、みたいな感じで授業が進められていたかもしれません。ところがですね、現在の指導要領では、この観察実験というのは、児童が構想するものだというふうに、記述されています。子どもたちが観察実験の計画をしなければ、それは、単なる作業になってしまうと。理科の授業が楽しいと言っている子どもたちの結構な部分は、この実験が楽しいと言っている子どもたちが多くて、それはですね、単なる操作が楽しいと思っている子どもたちも結構いるんじゃないかなというふうに思います。それは先生の指示通りにやればいいだけなので、まあ、楽だし、友達ともちょっと喋ったりできるというところで、本来の理科好き、理科が好きっていうところからは外れている可能性があります。皆さん授業をやるときには、仮説を確かめるために子どもが観察実験を計画をすると、そういう時間を十分に確保して、授業を展開してください。それでは次、結果の予想です。これあんまり皆さん経験してこなかったかもしれませんけれども、自分の仮説にもがどういう、自分の仮説を正しく証明すると、自分の仮説を証明するためにはこういう実験をやればいいんだというふうに実験を計画するのであれば、当然ですね、自分の仮説が正しければこの結果はこうなるはずだというふうに、結果の予想ができるはずです。ここにですね、時間をかけることが大事なんです。先生が今日はこの実験やるよ、いいか、結果を記録するんだぞ、ちゃんと書きなさい、なんていうのでは全くダメでですね、自分の仮説が正しいとすれば、僕たちがこれからやる実験、私たちがこれからやる実験はこういう結果になるはずなんだということをあらかじめ、結果の予想をしておくことが大事です。例えばですね、皆さん、5年生で発芽の3条件という学習をします。
その中でですね、空気、水、適切な温度、この3つを調べるんですけれども、子どもたちの中にはですね、いや、養分が必要だという子たちが結構います。それはですね、土の中に植えて、朝顔やなんかを育てるときには、土の中に種を入れて、周りにですね、固形の、栄養を入れておくんですね、養分を。ですので、子供たちはそういう経験から、いやいや、僕たち朝顔を育てるときに、ちゃんと栄養を入れてやったんだから、発芽に養分が必要なんじゃないかなっていう主張をする子は一定数います。そういう子たちがもし実験をやったら、養分がある、なしと、そういう実験をやった場合に発芽実験ですね、養分は必要だという子どもたちにとっては、同じ実験をやっても、いや、養分をやった方は発芽するけど、養分をあげなかった方は発芽しないんじゃないかなというふうに思います。これが結果の予想です。一方ですね、いやいや、養分なんか必要ないんじゃないのっていう子にとっては、養分を与えたものと与えてないもの、両方とも発芽するんじゃないかなっていうふうに予想します。というようにですね、自分の仮説に基づいて実験結果を予想するというのは非常に大切な過程です。はい。で、実際にですね、実験をやってみたら、実験の結果と、それから、結果の予想が合ってれば仮説は確かめられたということになりますので、このようにしてですね、自分の仮説が確証されたのか、反証されたのか、自分の仮説が合ってたのか、そうでなかったのかということを考察して結論付けます。これが、一連の問題解決の流れです。もしかすると、ここからここまで1時間でやってしまうような超特急の授業があるかもしれませんけれども、場面に応じてですね、例えばここのところだけで1時間取りますとか、ここのところだけで1時間、あるいは問題と仮説だけで1時間取りますというように、丁寧に授業をやっていくことが大事です。それだけの年間の指導実数は確保されている、確保されておりますので、しっかりと時間をかけてやることが大事です。超特急でですね、ここからここまで1時間でやるのが理科の授業としていいんだ、みたいな、ちょっと誤った考えを持っている人もいるんですけれども、そういうことではなく、ちゃんと時間をかけて授業をやっていこうということであります。それではこれで、第1回目の講義は終了としたいと思います。本講義の課題については、マナログの方に挙げておきますので、そちらをどうぞご覧ください。